はい、こちらは横浜西区藤棚の交差点です。藤棚町の交差点ですね。藤棚の交差点から野毛山方向に斜め左に入っていく道があります。かなり急な坂道ですね。で今日はですね、この坂を散歩していきたいと思います。何の変哲もない坂なんですけれども、まあ、とりあえず登っていきます。後ろが藤棚の交差点ですね。この藤棚の交差点から斜め左に登っていく道、これが野毛山方面に行きます。かなり急で長い坂が続きます。多分これ途中で息が上がるかと思いますけれども、お聞き苦しい点があったらご容赦ください。しばらく登ってきます。今ようやく一つだけ坂を登り切りました。振り返りますと、下が藤棚の交差点になりますね。今この坂を登ってきました。一山越えますとちょっとしばらく平坦な道が続きますね。登ったところに、峠の茶屋という、ね、お店がありますね。今日は営業してないようですけれども、でずっと行きますとですね、これがまた今度は下り坂になるんですね。地元の人たちはですね、この坂をラクダ坂と呼んでいるんですね。山が一山二山とあるわけですね。それでラクダ坂と呼んでいます。それでは今度は下り坂に入りますね。でなんで今日ここを来たかと言いますとですね、実は私6年ほどなんですけれども、タクシーの運転手をやっていたことがあるんですね。今ちょうどタクシー通りましたけれどもね、実はこの道ですね、非常にアップダウンの起伏の激しい道で、バスも通らない道なんですね。そうするとこちらの住民の方たちはですね、非常にタクシーを利用される方が多いんですね。タクシーの運転手をしておりますと、結構ここを通るとお客さんが拾えるんですね。そんなこともありまして今日はここに来ました。一山目を下り切ったところですね。今度はここからまた上り坂に入ります。二山目が始まるわけですね。非常に長く緩やかな坂がずっと続いていきます。車で通っている時にはさほど感じないんですけれども、歩くとやはり結構きついですね。今の撮りながら声も入れているんですけれども、ちょっと息が上がったりしてね、お聞き苦しい点があるかもしれませんけれども、その点はご容赦ください。それではどんどん登っていきます。先ほどからひっきりなしにですね、上り下りのタクシーが走っています。やはりタクシーを利用されるお客さんは多いですね。はるか前方に頂上が見えます。これ長いですね。150m ぐらいありますかね。ちょっとしんどいんで、まず登ることに専念します。まもなく二山目の頂に着きます。ここが頂上ですね。この頂上ちょっとね、怖いんですよね。何が怖いかというと、前方から来る車が全く見えないんですね。向こう側も急な下り坂になっております。ちょうどこの頂上で交わるので、こちら側から来る車、向こう側から来る車、お互いに見えないんですね。しかも左右からも車来ます。もう絶対ここは徐行のところですね。タクシーも行きますね。左右から車も来ます。こんな感じですね。こちら左側の道、それから正面まだ見えませんね。こちらが右の道で、ここずっと行きますと、この下り坂ですね。こっから向かってくる車がなかなか見えないので、この交差点ではもう必ず車は徐行する必要があります。カメラでわかるでしょうか。この坂はですね、かなり急ですね。もうかなり急な坂です。人通りは少ないんですけれども、行き交うタクシーが非常に多いですね。やはりお客さんをここで乗っけて行こうという三段ですね。非常に、上りも下りもタクシーが多く通ります。はい、改めましてこんにちは、並木道夫です。ここ西区藤棚から野毛山に通じるラクダ坂ですね、通称ラクダ坂、
正式な道路の名称は何ていうのか分かりません。人通りはあんまりないんですけれども、車の通りは結構ひっきりなしに続いております。先ほども申したんですけれども、ここはねタクシーを利用するお客さんが非常に多いので、タクシーもですねここよく通ります。私もよく通りました。そんなにね遠距離までっていうロングのお客さんはいないんですけれども、結構1回2回往復すれば必ずお客さんを乗っけられるような結構穴場ですね、タクシー乗り場の穴場です。苦しい時にはここに来るという感じですね。そういうこともあって今日は来たんですけれども、実はもう一つありまして、この道はですねずっと野毛山の、今野毛山公園ってあるんですけれども、今私が見ている正面が野毛山公園になって、私の背中が藤棚になります。でこの左側のこの道路ですね、先ほどから車がひっきりなしに通っているこの道路、ここがラクダ坂なんですけれども、ここはもともとはですね水道道と呼ばれていました。水道道というのはつまり、昔ですね野毛山に浄水場があった頃、まあ、今でも排水池はあるんですけれども、昔浄水池があった頃ですね、ここを水道管がずっと通ってたんですね。どこまで通っていたかというと、道志川ですね、津久井湖畔の道志川、かなり奥の方ですね、全長で多分50キロ近くあったんじゃないかなと思いますけれども、その名残でこの道は水道道と呼ばれています。今現在は水道管が埋まっているんでしょうかね、それはちょっとよく分かりませんけれども、水道道と呼ばれています。まあ、横浜にはいくつかね水道道と呼ばれるところがあるんですけれども、ラクダ坂もその一つですね。ではまた先の方に進んでいきたいと思います。こちらが今下った、二山目の下り坂ですね。で、こちらがまた先に向かう前方になります。こちらがこの先が野毛山になります。坂の途中にこんな標示がありましたね、水道道と尻こすり坂とありますね。こちらが昔のこの坂の様子なんでしょうね。こんな感じですね、わかるでしょうか。はい、でこちらが野毛山になります。向かいます。今野毛山公園に近づいてきて藤棚方面を振り返っております。しかしその明治20年頃といいますから、もう今から100年以上も前ですね、その昔にこの道をずっとあの相模湖の方まで水道管が埋設されたわけですね。大変な難工事であったろうと思います。ようやく野毛山までたどり着きました。野毛山まで来ますと、すぐのところにね野毛山動物園があります。今日は休館日ですね。今左手が野毛山動物園なんですけれども、道路を渡りまして右手の方に参りますと野毛山公園があります。今日はそちらの方に行きたいと思います。上に陸橋がありますのでね、この陸橋を渡っていきます。はい、こちらが野毛山の陸橋の上ですね、吊り橋の上になります。藤棚からここまでだいたいそうですね、歩くと20分ぐらい、1キロぐらいでしょうかね。あの車だと本当にもうあっという間に着いてしまうんですけれども、歩くとなかなか大変です。もう息がゼーゼー言っております。はい、こちらがこの前方が野毛になります。野毛の繁華街の方に向かっていく道ですね。陸橋を渡って左手にドーム型の建物が見えます。手前に1基と先の方にももう1基見えます。この下が昔、排水池だったということですね。このドームの下に池があって、そこに水が溜められて、野毛とか関内方面に、水道水からの水が供給されていたわけです。今は柵が設けられて中には入ることができないようですね。まあ、芝に覆われてただあるという感じですね。こちらが野毛山排水池ということで入り口になっているんですけれども、やはり鍵がかかっていて中に入ることはできません。入り口の隣に水道道トロッコの歴史という表示板がありました。これを見ますと道志川からずっとこの野毛山まで44キロという道のりの水道管が埋設されたわけですね。この野毛山には
ヘンリー・スペンサー・パーマーさんという人のね銅像があります。この方が明治20年にここ野毛山に浄水場を建設した人は、まあ、設計した人なんでしょうね。そのおかげで横浜にはきれいな水道水が供給されるようになりました。まあ、当時の横浜は埋め立て地が非常に多くてですね、あまりきれいな水を得ることができなかったということもあったわけですね。ヘンリー・スペンサーさんの像のすぐ隣にですね、東京オリンピックって言っても今年の東京オリンピックではなくて1964年の東京オリンピックですね、それを記念してこんな銅像が建っています。これはいくつかの競技が横浜で開催されたということを記念して作られたものですね。バレーボール、それからサッカー、あと何でしょう、もう一つ見てみましょう。あとバスケットボールですね。まあおそらく三ツ沢に競技場がありますので、そういった競技場でいくつかの競技が行われたわけですね。それを記念してここにオリンピック記念の記念碑が建てられたということです。まあ、今年はコロナでね、東京オリンピック開催されるかどうかちょっと非常に危ないところですけれども、これは1964年ですから、もう今から56年前のことですね。さてこのオリンピックの記念碑のすぐ前に、このような展望台がありますね。ちょっと登ってみたいと思います。野毛山公園展望台とあります。登ってみましょう。こちらが今展望台にいます。今映っているのが昔の排水池の跡ですね。あのドームの下に昔排水池がありました。で現在はですね、ずっとその隣に行きまして、前方に芝生が広がっているんですけれども、こちらにですね新しい排水池があります。あの芝生の下が排水池になっているわけですね。手前の方ではですね、サッカーとかバスケットボールをしている少年たちがおります。非常に元気に遊んでおりますね。こちらが展望台から見た景色ですね。南側なんですけれども、もうほとんど住宅街ですね。移しましてこちらの方に行きますと、ずっと先の方にマリンタワーがあるんですけれども、分かりますかね。ここ今指で刺しちゃいますけど、ここでずっと行きますね。コスモワールド観覧車がありますね。コスモワールドの観覧車がありますね。今日は曇っているんですけれども、このみなとみらい方面、ひときわ高いランドマークタワーが見えますね。なかなか、素晴らしい景色ではないかなと思います。今日はね、最初藤棚から行ったんですけれども、藤棚に着いた時にはですね、ちょっと小雨が降っておりましてね、あれどうなっちゃうのかな、ちょっと雨だったら嫌だななんて思ってたんですけれども、なんとか小雨、それから雨も上がりまして、今曇っているんですけれどもね、雨は降っていません。でラクダ坂ずっと歩いてきたんですけれどもね、その間もずっとタクシーが通っておりまして、私のことをお客さんと間違えてね、ちょっと横ゆっくり走る車が結構いました。お客さんと間違われないようにちょっと私も知らんぷりしてね、早足で歩いてきたんですけれども、でまあそこが水道道ということで、それにちなんでこの野毛山の公園まで来ました。あの野毛山と言いますとですね、この公園よりも動物園の方が有名ですね。動物園の入り口も今見てきたんですけれども、月曜日は休みということだと思うんですけれども、まあそうでなくてもおそらくコロナの影響で、開園はしていないと思います。まあ、またいつか、暖かくなったら動物園にも行ってみたいと思います。まあ、おじさん一人で動物園入るというのもね、どうかなと思いますけど、まあ、それもいいかなと思います。動物園にも行きたいと思います。それではそんなところでしょうかね。あと何かあるかな。まあ、今日はですね、横浜の観光地の中でもあまり有名ではない、まあ観光案内所なんかにもねまず出ていないですね。そういったところにもですね、どこでも散歩は行きたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。今日は見ていただいてどうもありがとうございました。それではまた次ですね、次はどこに行こうかとこれから考えます。じゃあ今日はここまでです。さよならという感じ。